高田町は愛知県の南部に位置し、ぬかた郡に属する町。ぬかた郡を構成する唯一の自治体であり、九市一町からなる西三河地方唯一の町村である。中部工業団地をはじめとした多くの工業団地があり、自動車関連産業を中心に製造業が盛んである。広田川愛知県の西三河地方南部に位置する。 東西1 0 2 5トル、南北1 0 5 5トルで56.72平方キロメートルの面積を有する。東南にかけて遠望峰山を含む山地、南部の西尾市、蒲郡市との境界には、山金山を中心とした山地、西部は標高100から3 5 0ルの山地があり、三方を山に囲まれている。域の大部分は鉱石大地。 中央部には、町名の由来となった広田川が遠方峰山の源流から北に流れ、西大市で矢作古川に交流している。東海道本線の西側、東海道新幹線の東側にあたる地域には、かつて菱池という故障があったが、近世以降の神殿開発や明治時代の干拓によって消滅した。基礎地質は、中央構造線に沿って分布している。 両家編成体に属し、両家編成岩類と両家加工岩類からなっている。表層地質は、中央部から北北西にかけておき積層が広く堆積。北北西に向かうに従って、厚みを増し、北北西に位置する日田地区で15メートルに達する。その他の地域は、大未期以前の地層、岩石類からなる。山地や丘陵部を中心に、 両家加工岩類が風化した風化加工岩が広範囲を追っている。道路は南北に国道248号、東西に国道23号が通っており、岡崎市や釜子り市、西尾市などと結ばれている。鉄道では南北に東海道本線が通り、東西を東海道新幹線が通過する。市街地は広大駅周辺から北へかけてと、 南西部の三金駅周辺に形成されている。この他にも町内各所に集落が見られる。産地、編集主な山河川、編集主な川湖床編集主な池断層、編集主な断層地域、編集高田町を構成する大技、行政区2015年に大技北和志田が廃止となり、高力、岸池の一部と共に大技合い、身ができた。 市外局番は0564、郵便番号は444から01となっている。町内全域の周配業務を高田郵便局が行っている。ケーブルテレビは蒲郡市に本社を置く三河湾ネットワークの事業エリアとなっている。インターネットは相対ネットワークのエリアである。岡崎市にある ケーブルテレビ会社のミクスネットワークは、インターネット接続とデータ伝送サービスでのみ、町域の一部をサービスエリアとしている。町内には18の大技がある。この内上6栗、桐山、逆さ川、隅、長野、野城、6栗が、旧発郡豊坂村に属していた。愛、三駅周辺の地区は、土地区画整理事業により2015年。 対象区画が、愛美に変更された。北和志田が、愛美に代わり廃止となった。大技と別に23の行政区が設定されている。基本的に大技と一緒だが、騎池を、岩堀、桜坂、神殿、和志田、福不幸図を、里、市場、海谷に分割。騎池とアシアのうち、広大器周辺を、高田としている。 大和愛知県丸山古墳先時時代の遺跡は、町内にはないが、岡崎市宮井町の五本松遺跡があることや西尾市、上霞町で有形戦闘機が発掘されたことから、周辺では人間の活動があったと考えられている。また、縄文時代の遺跡も発掘されていないが、石族石棒縄文土器や貝塚などが発掘されている。その中心は、 町北東部で西側は矢作川が入り込み菱池という故障があったと考えられている。弥生時代になると菱池の岸辺と考えられる周辺や東部の内陸部で水田の跡が見られる。灌漑技術の進んでいなかった弥生時代初期に菱池周辺に湿田が作られ技術の進展とともに高力や大草といった内陸に還元が作られていったと考えられる。 古墳時代には古墳が菱池を挟んで東西の丘陵や大地に分布していた。東側は菱池の東部から町北東部の坂崎、大草といった周辺に集中し、町内で唯一の前方公園墳である青塚古墳がある。一方の西側は菱池西部から西尾市、はす野場などにかけて集中し、丸山古墳がある。このことから、 ひ池を挟んで二つの農業共同体があったと考えられる。また、坂崎、大草、福幸図、野城六栗、隅の五箇所で古墳時代後期に見られた群衆墳の存在が確認されている。律令成果、町域は三河国抜方郡となった。和名類受賞には、か方郡には七つの里と一つの馬屋があったと書かれているが、町内と否定できるところがあるか。 詳しいことは分かっていない。また、荘園の存在を裏付ける資料は見つかっていない。その中で唯一確認できるものが、ソビミクリア、イケルビミソノである。これは、律令成果で、伊勢神宮を経済的に支えた、新福の一つで、朝西部の隅にあたる。藤原宗忠の中期によれば、角平ミクリアの一部で、旧安元年に正式に認められ、 南北朝時代の神宮漁の記録では下宮漁とされていたことが書かれている。県武三年、良光義が今川市県に三河住穂の万所職を与えた。このことから、住は少なくとも県武三年には武家漁となっていたことがわかる。また、平安時代末期から鎌倉、室町時代にかけて、 町北東部の久保田を中心に17の窯が作られ、陶器が生産されていたが、室町時代に姿を消した。戦国時代、蓮如の不況により、三河では浄土新宗に改修する寺院が増えた。町内では、大草の幸福寺、岸池の最高寺が、天台宗から浄土新宗に改修している。また、三河三下寺の一つである上宮寺の女高で市長には、 町内の上宮寺家の道場が4箇所を記載されている。干渉6年、ぬかた軍井国地で、道軍南部の少量主が取り出を築いて、東海道の往来を妨害する事件が起きた。このぬかた軍道人一揆には、大場、高力、芦屋といった町内の少量主も参加していた。死亡者の中山中塚佐入道府市と、大場次郎左衛門らは、伊勢貞地下の悲観だった松平の文と、 土田宗光に討伐された。松平信光はこれを機に、三河の制圧を進め、一族に所領を与えた。町内では、信仰の伊を、三重を外する、大草松平家と、五位松平家初代、忠景の次男、忠貞を外する、福岡松平家が生まれた。A66 年に起きた、三河一行一期では、大草松平家の正久や六栗の夏目、 二郎左衛門ほか地侍が一気方として参加する一方、家康方には、不幸図松、平家の板出しはじめ、天野康影、平岩近吉、高力清長などがついた。家康方の勝利により、大草松平家は、大草の所領を募集された。不幸図城主慶長9年に行われた検地によれば、町内は、ぬかた軍、はず軍、保衛軍にまたがっていたが、 寛永19年に、保育軍行きだった小木村が、ぬかた軍に編入された。また、江戸時代初期に、初軍の小崎村、上六栗村、ぬかた軍西脇村、北足田村が成立した。天正18年の徳川家康の関東違法後、吉田城主、池田照正の家臣である、日置忠都が、小木村。 福津村を支配し、残りの村々は、岡崎城主の田中義政が支配していたが、関ヶ原の戦い後に、関東に所領を持っていた、家康の家臣が再び三河へ転覆した。慶長期、六栗村、隅村が、板倉重政領で、小木村、逆佐川村,村が、片野原松、平家の松平への領、長井村、野場村が、岡崎半領。 残り十家村が、福津松、平家の松平忠都領となった。慶長十五年に、松平正綱が、桐山村の領主となり、慶長十七年には、松平忠都の吉大宝に伴い十家村が、天領となるが、同年にはそのうちを義村が、内藤佐七正都の支配下となった。慶長十九年に、福津村が、板倉重政、坂崎村が、大久保忠高。 元奈元年に大草村が松平忠隆の領地となった。元奈四年に久保田村が元奈六年に岩堀村、高力村、横内村が松平正擦那領となり、同年には松平家信の高月法で逆さ川村と小木村が新次会譲られた。1624年、福津村に福津藩が立藩し、住村と六栗村が加わった。 官営16年に、藩主、板倉重政の領地の一部を重直が相続し、不幸図に陣屋を置いて支配した。また、1625年に、松平正綱が、玉縄藩主となり、長峰村と足田村が編入した。慶安元年、藩主が信綱に変わると、ぬかた軍城地とはず軍小牧に陣屋を置いて、それぞれの軍家の領地を支配した。江戸時代。 農作物は、毎年のように被害に悩まされ、末期までに30ほどのため池が造成された。また、瓦や酒、油などの製造も行われた。このほか、平坂街道、福岡街道、浜街道などの街道が生まれ、交通が発達した。町域の村々には、藤川塾の助ケが課が稼られていた。岸池では、水運や漁業が行われていたが、江戸時代以降に、 神殿開発が進んだ。この開発に伴い、漁業は衰退していき、唯一の排水路である広田川の能力低下などで、周辺では水害が増えた。明治維新後、町域は、ぬかた喧嘩となった後に、愛知喧嘩に入った。町域の村々では、合併が進み、まず明治5年に平家小村と、久保田村が合併し、1875年に長い村と、 野崎村が長野村となり、岩堀村、西脇村、和志田村が菱池村となった。1888年に市政、町村制が敷かれると、1889年に坂崎村、愛、三村、福津村、報告村、松坂村が誕生した。ところが、1900年に義務教育期間が3年から4年に延長されたことや、日清、 日露戦争などの戦役で各村の村費は3倍近くまで膨れ上がった。そこで1905年に愛知県が訓令を出して合併の草案を提示、翌年に坂崎村、愛、三村、福津村が広田村に報告村、松坂村が豊坂村となった。1908年には広田村に東海道本線の駅が設置された。しかし、 広田駅がすでに存在していたため、村議会などは駅名を同音の広田駅とし、村名も解消することを決定。1909年、広田村から広田村に解消した。1882年、音川が決壊する大水害が発生した。これを機に、県内でも屈指の水害地だった現在の岡崎市南部から高田町北部にかけての水害軽減のため、 愛美川が造成された。工事は同年10月に着工、1883年10月に竣工式が行われた。近世以降の神殿開発により、水害に悩まされていた菱池でも、1883年に愛知県が広田川改修に着手し、菱池の管拓を行って50長部余りの土地を造成した。土地は、 神の金之助が払い下げを受けて1886年まで開墾を行い、内藤市に払い下げてから農民の手に渡った。また、1922年の矢作古川改修を契機に広田川改修が再び議論され、1928年から1933年にかけて改修が行われた。戦後、1950年頃から、市政。 調整志向の動きが活発になり、岡崎市でもぬかた郡内の町村との合併の話が持ち上がった。そこで、高田村では、近隣市への併合時に、大技単位で分割されないように調整を志向という、機運が高まった。当時、ぬかた郡内では、福岡町、岩津町に次いで人口が多くなっていたこともあり、1951年8月9日の、 村議会で1日も早い調整施行が確認された。同年12月17日の村議会で調整施行が全会一致で採択。1952年1月12日に、ぬかた郡高田村調整施行申請書が愛知県知事に手渡され、また、1953年の町村合併促進法により、西隣の発軍豊坂村との合併が議論され、 1954年6月2日の合併案が、両町村議会に上提されて、満場一致で可決した。7月1日に告示され、8月1日に新設合併を行い新生高田町が誕生した。この時、町名を高田から高田に改めたが、駅名は解消せず、現在も高田のままとなっている。1964年、東海道新幹線が、 町内に敷かれた。新幹線は、高田駅付近で、東海道本線と立体交差しており、建設当時から国鉄に対して、駅設置の陳情を行っていた。後に、東海道新幹線新設規制同盟会及びその、前身にあたる、新幹線、国定公園三河駅新設規制同盟会による、豊橋名古屋間の新幹線、停車駅誘致運動でも、 高田は候補に上がったが、線路勾配のきつさなどの地理的条件の悪さ、豊橋よりであることから選定されず、駅は1988年に安城市に三河安城駅として設置された。いわゆる平成の大合併の時期に岡崎市との合併協議が行われたが物別れに、終わり、2006年にぬかた町が岡崎市と合併したため、現在ぬかた軍は、 高田町一町のみとなっている。2016年1月より、愛産テクノロジーと名古屋大学が共同で自動運転車のために町内全域の 3D 地図の制作を開始し、6月22日には住民約20人を乗せた自動運転車の乗車体験会が開催された。工業団地の誘致等により安定した財源を確保できたことから財政は豊かで、 2016年度の財政力指数は1.06だった。また、経常収支比率は84.8%と高い水準にある。歳入が歳出を上回る黒字決算が続いているものの、2016年度の実質交際比比率は6.5%と、県平均の2.8%を上回っている。2019年度当初予算案は以下の通り、 保健所愛知県西尾保健所の管轄となっている。元は岡崎保健所の管轄であったが、岡崎市の中核市以行に伴い、西尾保健所に移管された。最上蒲郡市最上を蒲郡市と共同で運営している。岡崎ぬかたの広域行政権に所属し、主に岡崎市と広域行政を行っているが、一部の事業は蒲郡市と行っている。詳細は、 高田町議会を参照2019年愛知県議会議員選挙2015年愛知県議会議員選挙高田町立図書館高田郵便局高田湖井の農園本部公安駐在所本部消防署高田町民会館高田町立図書館高田町民プールの3施設からなる高田町立図書館が開館する以前は1977年10月に開設された 高田町立文庫があった。1996年1月5日、ハッピネスヒル、高田に、高田町立図書館が開館した。建設費は8億9610万円である。延べ床面積は2970.67平方メートルであり、蔵書収容能力は17万冊。1997年4月には、岡崎、ぬかたの地区広域市町村県で、 広域相互直接貸し出しを開始した。2002年7月には貸し出し可能者を鎌郡市、西尾市、吉良町、羽津町在住者に拡大した。2010年には愛知工科大学附属図書館と相互協力に関する協定書を締結した。2011年4月には子供の読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。 2015年度末の増書数は21万1779点であり、2015年度の貸出数は36万6402点。定形都市2010年、有効に関する覚書締結姉妹都市2017年10月11日姉妹都市定形締結自動車工業を中心に製造業が盛んで、製造品出荷額等は1兆5028億円である。 高田町で栽培されている筆書き農業では、特産品の筆書きやハウス栽培のイチゴが有名で、筆書きは全国の生産量の95%を高田町が占めている。農業広田川を中心とした平地部では水筒を中心に、麦、大豆などを生産。町北部と南西部の丘陵地では、筆書きのほか、みかん、ぶどうなどの果樹栽培が行われている。 イチゴやナスの施設園芸農業も行われている。2013年の出荷生産額は、イチゴが5億2200万円、カキが1億8300万円、水筒が2億500万円。2010年の農家数は1041個と、1970年の2017個から半減。農業就業人口も4分の1以下の813人になっている。 岡崎市に本店を置く愛知三河農業、共同組合のエリア。同農協は1999年、町域をエリアとする高田町農協が、岡崎市農協、ぬかた町農協と合併して誕生した。工業町内には5カ所の工業団地があり、電装やソニーグローバルマニュファクチャリングオペレーションズなどの工場が置かれている。また、 地域高規格道路である名豊高道路の開通に伴い、住地区で2008年に住工業団地、2009年に住南山工業団地の造成が始まった。近現代の工業は1934年に設置された愛知宝石の工場に遡る。工場は1936年に呉れ葉宝石となるが、1942年には大日本兵器に買収され、 豊川海軍工場から受注した海軍航空機用の機関銃を製造した。戦後、第日本兵器は非、平ら産業となるが、工場がほとんど無傷だったことから、岐阜工場の代替工場を探していた三菱化成工業の目に留まり、1946年から復元工事を順次開始し、同年10月に8000水で創業を始めた。 三菱霊ンに解消した1952年には8万水にまでなった。1959年、工場建設省令に関する条例が施行され、1970年までの期限で工場誘致が図られた。しかし、1968年頃まで進出してくるのは三菱霊ンの系列会社ばかりだった。同時期、愛知県企業局が、 内陸工業団地形成など、第三次建設計画を構想し、国道248号のバイパスが整備されていた、高田町に工業団地が置かれることとなった。1968年3月、愛知県内陸工業団地高田地区が整備され、1969年の千代田カートンを皮切りに4社が創業した。また、同年9月に、 坂崎地区も整備され、ソニー・コータなど三社が創業を開始した。さらに1986年、中部工業団地の造成が完了し、1987年に日本電装高田製作所が置かれた。また、1991年には長峰工業団地が造成された。一方で、三菱オンは1998年に創業を停止した。商業2009年に、 愛知県が行った調査によると、隣接する岡崎市の証券に属する。買い回り品の購買率は、岡崎市に72.3%が流出しており、町内は9.3%と、商業基盤が著しく低い。2014年の卸売業、小売業の年間商品販売額は386億200万円となっている。町内は人口増加に伴い、 スーパーマーケットの進出が進んでおり、ピアゴ、ドミー、マックスバリュー、フィール、オークワなどが出店。愛、三駅周辺では、土地区画整理事業により、2010年、マックスバリューやエディオンなどを核とする近隣型ショッピングセンター、カメリアガーデン高田が開業した。愛知県立高田高等学校県立町立町立、高田駅愛、 三駅 JR 東海道本線が町を南北に縦断し、町内には3カ所の駅がある。高田駅が町の中心駅となっており、一部の快速、新快速、特別快速列車が停車する。東海道新幹線が東西に横切っており、鎌郡市との境に坂の坂トンネル、西尾市との境に長野トンネル、はずみトンネルがある。東海旅客鉄道、名鉄バスが、 高田駅、愛、三駅と岡崎駅前、東岡崎駅を結ぶ路線バスを運行していたが、2014年9月で廃止になった。このほか、ソニーグローバルマニューファクチャリングオペレーションズ、高田サイトと岡崎駅前、東岡崎駅を結ぶ路線が左右に運行されている。また、高田町営によるコミュニティバス、エコタンバスが運行されており、無料で利用することができる。 コミュニティバス道の駅筆書きの里、高田町の南北を4車線の国道248号が貫き、岡崎市、蒲氷市とつながっている。また、地域高規格道路の国道23号の整備が進められており、国道248号との交点にあたる、高田市 IC から、西が2007年に岡崎バイパス、東が2014年に蒲氷バイパスとして、 暫定に車線で開通した。インターチェンジは、高田市 IC のほか高田桐山 IC、高田隅 IC の3カ所がある。一般国道主要地報道、一般県道広域農道ナンバープレートは、岡崎ナンバーの交付地域。従来は、三河ナンバーであったが、2006年10月10日より、岡崎市とともにご当地ナンバー、岡崎が導入された。 不幸図城本密寺高田町郷土資料館、城郭寺院神社古墳公園スポーツ施設その他高田、たこ揚げ祭り主な祭事、祭事。ありがとうございます。